百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？うわー！今日は左足、蹴り足がうまく使えないって人やります。蹴り足がうまくできない人、僕も小学校の時これ苦手でした。大丈夫だから、もし周りで蹴り足苦手な子がいたら、ぜひこのビデオ、今日のビデオ教えてあげてください。必ずできるようになりますから。左足、蹴り足がうまく使えないとどうなるか、3つあります。1つ目は届かない、全く届かない。2つ目、体が開いちゃう、こういう打ちになっちゃう、右からの打ちになっちゃう。3つ目、すぐに動けない、間に合わない、遅れる。3つあります。届かない、開いちゃう、すぐに動けない、思い当たる節あるでしょ。これみんな左足、蹴り足がうまく使えてないからなんです。まず最初に疑うべきは、左足が、これ右足ね、これ左足ね、左足が横向いちゃってる人、意外と多いです。これ種目足って言います。左足が横向いてると、全身交代ができない。うまくいかない。これは全部左足が横向いちゃってるから。左足の角度によって、前に進むパワーっていうのは変わってくるらしいんですよ。これ右足、これ左足ね。で、ここを、こっち、こっち。こっちが0度ね。こっちが90度とすると、左足こう。種目足になってくると、こういうわけ。こういう剣道してるわけね。正しくはこうね。その時に、一番力が発揮されたのが、0度から30度。30度まで。こういう状態ね。ここ、一番力が発揮されます。そして、もう全然力が入らないのが、ここ、50度。50度から90度まで。っていうのは、これ全然力が激減するらしいんです。このように、左足の角度、度が50度を超えて横を向くと全く前に飛べなくなるんです。だからこれをまずは見直す。正しくは両足とも相手の方、もしくはちょっとだけ左足を横ぐらいが一番飛べるゴールデンゾーンなんだよね。この横向いちゃってる左足の直し方なんだけど、これはよく言われてるのは、左腰を入れるとか、おへそを相手の方に向けるとか、左膝ね、膝をちょっとこう絞るようにして内股っぽく意識する、言われてますけども、やっぱりね、本人がやっぱり前に飛べないのはこの左足のせいなんだよって気がつかないと、やっぱりやりやすいようにやっちゃうんですよね。僕がそうだったから。左足、蹴り足がうまく使えない2番目の原因っていうのは、左足のかかとが高く上がりすぎてるんですよね。これなんで左足のかかとが高く上がっちゃうかというと、前に打とう前に打とうとして体勢が前のめりになっちゃってるんです。前のめりになってるってことは、体重がすべて右足に来てるんです。結果、左足が高く上がってしまう。実は、前に飛ぶバネっていうのは、足の膝とこのかかとのところにあるんです。今話してるのはこのかかとのところなんだけど、このバネ、ここにあるバネが、もう伸びきった状態なんだよね。バネっていうのは縮んで伸びるでしょ？伸びたまま伸びないでしょ？縮んで伸びるはずなのに、もう今伸びちゃってるの、ここが。直し方としては、まずは両足均等に体重バランスを持ってくるってことですね。イメージしやすいのは、縄跳び。縄跳びやった時の右足前、左足後ろで縄跳びやった時の着地の足。必ず真ん中に重心来てます。こうやって縄跳びやる人いないでしょ？これ前のめり。こうやって縄跳びやる人いないでしょ？これ後ろのめり。でも今実際やろうとしてるのは、こういうことをやってるわけ。だから前に跳べないの。真ん中に体重を持ってきて飛ぶ。この着地の時の体重バランスがベスト。もう一つの直し方は、まあこれもまあ意識することなんだけど、まあ右足左足ってあって、構えた時に左足はこうやって浮かしてます。指1本か2本浮かしてます。この時に右足も少しだけ本当は浮かせるんですよ。右足どのぐらい浮かせるか、左足は指1本か2本だね。右足はコピー用紙1枚分、コピー用紙1枚分でいいんですよ。1枚分浮かせる。これ1枚分浮かせるんです。そういう意識で構えると、右足がベターっと床ついてないで動きやすくなるんです。左足、蹴り足がうまく使えない3つ目の原因は、力を入れる足が逆なんです。もちろん前に出たいので、右足前に出すんだけど、右足を前に出すときに力を入れる足っていうのは右足じゃないんです。右足じゃなくて、左足。前に出たかったら、右足じゃなくて、左足の力で前に出るんです。左足をうまく使えないって人は、前に出るときに、右足を使ってるんですよ。右足を前に出す、この勢いで前に打とうとしてるんですね。じゃなくて、右足じゃなくて、左足。前に出たかったら、力強く出たかったら、左足の足の裏、親指の付け根で、床を押すように、前に出てやります。力を入れる足が逆なのね。
これ直し方としては、送り足、みんな一番最初にやった送り足をもう一回見直してください。蹴り足が苦手な子の送り足っていうのは、前足、右足を前に出しちゃうんです。こういう送り足、こういう送り足、こういう送り足、体が残っちゃってるんだね。蹴り足が上手な子の送り足っていうのは、右足じゃなくて左足、反対の足で床を押すように前に出ます。体も一緒に動くよ。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ。もう一つの直し方としては、いつもみんな基本打ちやるときに、遠間から、しないとしないが触れない遠間から一歩入ってメーン、一歩入ってメーンってやってると思うんだけど、特に左足の蹴り足を強く意識したいときには、もう近まれいいんで、近まれいいので、一歩継がずに、一歩継がずに左足で蹴ってメンと、近くていいからね、近くていいから左足で蹴ってメンと、こういう足の使い方練習してみてください。これが一番いいと思います。というわけで今日は左足の蹴り足やりました。僕ももっと上手になれるように頑張って練習しますんで、一緒にやりましょう。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。